こんにちは、美山です。本日は無印良品と成城石井で何回も美味しいなと思ってリピートしている食べ物をいくつか買ってきたのでご紹介したいと思います。よいしょ。はい、それでは早速ですね、こちらのエコバッグに入れてあるので一つずつご紹介していこうと思います。ちなみにですね、こちらのエコバッグは一人映画用のバッグの中身でもご紹介したシュパットっていうエコバッグになりますね。畳みやすくてすごくおすすめです。それではですね、まずは無印良品の商品からご紹介していこうと思います。まず無印良品一つ目がじゃん、こちらの辛くないカレーシリーズですね。今ちょうど無印週間でちょっとお安く買えるっていうのと、私がですねルミネで買ってきたんですが、ルミネがですね 10% オフキャンペーンをやってて、かなりお得に購入することができました。私自身実は辛いものがすごく苦手で、カレーとかもほとんど食べれないんですね。ですがこの無印良品の辛くないシリーズはどれもですね美味しく食べることができて、どの種類のお味ももう何回もリピートしています。辛くないシリーズだけでもかなりの種類があるんですが、私が特に好きなのはこちらのですね辛くないグリーンカレーと辛くないジンジャードライキーマカレーですね。まずですねこちらのグリーンカレーについてなんですが、結構癖のあるようなお味になってます。すごく辛いもの、スパイシーなものは苦手なんだけど、エスニックな癖のある料理は食べたいんだっていう方はこっちのですねグリーンカレーめちゃくちゃおすすめです。入ってる素材がですねココナッツミルクが結構中心になってるので、ココナッツのちょっと癖のある甘い香りと、あと柔らかい感じの味がカレーとうまく混ざってすごく美味しく食べることができるんですね。特に私が好きなのが袋竹の水煮っていうのが入ってるんですけど、これがですねめちゃくちゃもっちりしっとりしてて美味しいんですよ。もうこの袋竹の水煮を食べたいがためにこのグリーンカレーを食べてると言っても過言ではないぐらい、これが本当に美味しいんです。あとはですねレモングラスとか昆布みかんの葉とかが入ってるので、こちらがですねまたココナッツに加えて独特のエスニックな風味を作ってくれているのかなと思います。こちらのですねジンジャードライキーマカレーについては名前の通り生姜が結構たくさん入ってるような形になりますね。生姜って結構それ単体でもスパイシーな感じというか、舌にピリッとくるような感じを持ってるんですけど、そもそもこのカレー自体が辛くないっていうのと、生姜もですねそのピリッとした感覚っていうよりかは風味の方を大事にしてここにテイストとして入れられてるような感じなので、辛いものが苦手な方も割と食べやすい味になっているのかなと思います。でグリーンカレーがスープカレーなのに対してこっちがドライカレーなので、違った味と違った食感になってるので、その点でもですねこの2つはよく互い違いで食べることが多いっていうようなカレーになりますね。で他にもですね辛くないシリーズで言うと、国際リンゴと野菜のカレーとかは結構雑誌とかにも取り上げられるぐらい有名なお味のやつですね。これもですね美味しいです。ただ本当に王道のカレーっていう感じで、私はスパイスの風味が強めだけど辛くないっていうのが好きなので、よく買うのはこの2つっていうような形ですね。あとはほうれん草のキーマカレーとか、国産玉ねぎと豚肉のカレーとか、スパイシーチキンカレーとか、本当にいろんな種類が出てるので、ぜひですね一度カレー辛くて食べれないっていう方は無印のこの辛くないシリーズ試していただきたいです。はい、続いて無印良品2つ目がこちらですね、焼きイカ足になります。ザ酒のつまみっていうような形なんですが、私はですね実はお酒は一切飲まなくて、編集中のおやつ代わりに焼きイカ足を食べることが多いです。で味付けが結構甘じょっぱい感じなので、これ単体で甘さも塩辛みも両方楽しめてしまうので本当に止まらなくなります。この小分け包装で売ってくれててよかったなっていう感じですね。大容量の袋とかだったらもう本当に胃を壊すぐらい食べ続けてしまうような、結構癖になる味になってます。ただこれ食べる時に1点注意点があって、結構ですねイカの足が丸ごと入ってる感じなので歯の間に詰まりやすいです。ちょっとこれからおしゃれして出かけるよっていう前とかには注意して食べていただく方がいいかなと思います。で、あともう一つですね買ったものがあるんですが、ごめんなさい、実はですね耐えきれずに昨日買いに行ったんですけど、昨日の夜にちょっと食べてしまったので画像でご紹介するんですが、素材を味わうスティック切れ端芋ですね。これもですね何回も何回も何回もリピートしていて、私はですねおそらくこのスティック切れ端干し芋を無印良品で一番買ってると思います。味がですね本当に素朴な味なんですよ。で名前の通り切れ端になった状態で入ってるので、形
手間にですね食べるのにすごい食べやすいサイズ感なんですよね。で、無印良品のお菓子棚のところにはほぼほぼ必ず置いてくれてて、しかもですね割とシーズンに関わらず常に置いといてくれるので、食べたい時にスッと買って食べれるっていうところも結構気に入ってます。原材料名としてもさつまいもって書いてあるだけで、お砂糖とかも使ってないので、日常生活で砂糖をあんまり取らないように気をつけてるんだっていう方にもおすすめのおやつですね。食物繊維もさつまいもなのでたっぷり取れるので、すごく健康にいいおやつとして食べていただけるんじゃないかなと思います。はい、無印良品はこんな感じですね。続いて成城石井の美味しいアイテムをご紹介しようと思います。まず1点目がじゃん、こちらおつまみ牛タン塩味ですね。またすごいあのお酒のおつまみみたいな感じなんですが、私お酒飲まないんですけど、お酒のおつまみ系のこういうおやつが結構好きでよく買うんですよね。で、成城石井って行ったことある方わかると思うんですけど、こういうおつまみ系のおやつがいっぱいあるんです。その中でも特にこのおつまみ牛タンはですね、私の好きなポイントを結構たくさん持ってるものでして、牛タン系のこういうおつまみで言うとすごくですね弾力のあるタイプとかが多いんですよね。なので口の中に入れると結構ずっと残っててくれるというか、力を入れてプチッとちぎらないとダメみたいなものも多かったりするんですけど、このですねおつまみ牛タンは口の中に入れたらちょっと力を入れるだけでほろっとほぐれるんですよ。私こういう牛タンとか、あとビーフジャーキー系は頑張ってプチッてちぎれるような食感よりかは、口の中に入れたらすぐほろってなるタイプが好きなので、その点ではですねこれ本当にドンピシャで好きな食感になってます。で、味もですねそんなにしょっぱすぎないので、お酒のおつまみとしてじゃなくても、まあお茶と一緒に食べてもいけるかなっていうような味付けになってます。普段ビーフジャーキーとか牛タン系のこういうおつまみ買うの好きなんだよっていう方はぜひ一度試してみてください。続いてがですね、じゃん、こちらまたしてもお芋なんですが、丸ごともっちり芋になります。成城石井ってこういうお芋系のおつまみおやつもいっぱい売ってて、その中でも特に好きなのがこの丸ごともっちり芋ですね。お芋がですねほぼ丸ごとこういう風に輪切りにされた状態で入っていて、これがですね本当に美味しいんですよね。焼き芋と蒸した芋の中間ぐらいの食感がして、すごくしっとりもちっとしてて、かつ甘いんですよ。で、これもですねお砂糖を使ってなくて、紅はるかっていう甘めのお芋の品種を使っているので、これ単体で甘くて美味しいっていうような感じですね。さっき紹介した無印良品みたいな干し芋って結構いろんなところで売ってるんですけど、こういう半生タイプってあんまり売ってないので、その点でもこの成城石井の丸ごともっちり芋は重宝しています。さつまいも系のおやつが好きな方にはぜひ試していただきたい商品の一つです。続いて最後なんですが、ごめんなさい、最後も再びじゃん、こちらさつまいも系のおやつになります。もうどれだけさつまいも好きなんだって感じなんですが、やっぱりですねさつまいも系のおやつの何がいいかっていうと、砂糖を使ってなくても甘くて美味しいし、しかも食物繊維が豊富っていうところですね。食物繊維がたくさん入ってるだけで、食べた時の罪悪感っていうのがだいぶ減るんですよね。砂糖を使ってなければなおさら減るので、その点でも本当にさつまいも系のおやつはすごくよく食べてます。あともう一個いいのが、オフィスとかでも食べやすいんですよね。なんでかっていうと、ナッツとかって健康にいいんですけど、口に入れて噛むと結構カリッカリって音がするじゃないですか。こちらのですね干し芋系のおやつって口の中に入れて食べてもあんまり音がしないので、その点でもですね結構重宝してます。で、こちらのですね小粒な干し芋なんですが、これも結構好きなところが、まずここにですねチャックがついてるんです。なのでそれこそ仕事中にお腹空いたなと思ったら、ちょっとだけ食べてここを閉じて置いておくっていうこともできますし、しかもこれですねここにマチがついてるんで、こういう風に立てやすいんですよね。この点でもオフィスで食べるおやつ探してるんだっていう方にはすごくおすすめです。プラスですね、こう見ていただいて分かる通り、結構一個一個のお芋が小粒なんですよ。なので口寂しい時にちょっとだけ食べるっていう点でもすごくありがたいですね。干し芋系って結構大きめのサイズで売ってたりとか、あとこういうチャックがついてないものとかも多かったりするので、オフィスで人に迷惑をかけることなく美味しい干し芋を食べたいなっていう方は、こちらの小粒な干し芋すごくおすすめです。はい、ということで以上、無印良品と成城石井で私が大好きで何回も何回もリピートしている美味しい食べ物たちのご紹介でした。本当に美味しくて、かつ食べやすいものばっかりなので、ぜひ皆さんもお近くの無印良品だったり成城石井だったりで探してみてください。ここまで見ていただいてどうもありがとうございました。今後もですねこういったお気に入りのものとかたくさん紹介していこうかなと思うので、もしよかったらチャンネル登録などぜひよろしくお願いします。それでは、みやまでした。バイバーイ。